ご機嫌いかがですか？シンガーソングライターの関口ゆうきです。お家で弾き語り、遊びにいらしてくださって、会いにいらしてくださって、どうもありがとうございます。さあ、今日はですね、栃木県は栃木市、総社町に鎮座する大神神社、室の社をキーワードに書いた曲を歌いたいと思っております。曲の誕生はですね、レディオベリー FM 栃木で毎週月曜夜8時30分から放送中、関口ゆきのいちご通り十文字でリスナー様からキーワード頂戴して私が曲を作る月刊歌うたのコーナーから誕生いたしました。まさにね、室の社というワードをいただいた、わけでございますけれども、キーワード本当にありがとうございます。かつてこの地域にあったとされる歌枕、室の社、境内ではですね、8つの小島がですね、石橋、そして朱塗りの橋で結ばれて表現をされておるんですけれども、奥の細道のね、最初の訪問地ということで、松尾芭蕉さんのね、句碑も建てられておりましたけれども、奥の細道にはここで読んだ句は収録されていないみたいですけれどもね、何かこう納得がいかなかったのかわかりませんけれども、社はですね、古くはかまどを意味するそうでございまして、ここに祀られております、この花桜姫の御事、桜の女神様でいらっしゃいますね、美を司る女神様、この花桜姫の御事が、一夜にして子供を身ごもって、不貞を疑われて、その、疑いを晴らすために、戸口を塞いだ、うつむろに火を放って、そこで出産をしたという、そういった神話との結びつきも語られているんですね。実際に私も足を運びましたので、この、今日歌いたいなと思ってから、改めてまた足を運んで、ちょっと写真なんかも撮ってきたりしたので、そちらもちょっと挟みながらお届けしたいなと思っております。それではお届けいたします。室の社。誰かさんがちぎった黄色の花が大池で寂しそう。今は春。私の登りたい春は影朗をあなたのもとへ、あといくつ月で行けるかな。ちぎり交わしたように二つ並んだ落ち椿水面の上、Yeah.
や島の煙のように静かに焦がす胸の奥、春は影色をこの花咲くや、ひらひらそうじゃの風に散る室の屋島の煙に流って、あの空高く昇りたい、春は影色を